メトロイドシリーズメトロイドプライムにダークエコーズメトロイドプライムにダークエコーズはレトロスタジオ開発ニンテンドー発売のニンテンドーゲームキューブ専用ゲームソフトメトロイドシリーズのプライム3部作の第2弾メトロイドシリーズでは初となるセロ、b の作品である前作メトロイドプライムと同じ FPS を採用しながらシステムは全体的なブラッシュアップがされている またシリーズ初の対戦モードを搭載している。今作では光と闇の世界を行き来しながらストーリーを進めていく。同じく任天堂が過去に発売したゼルダの伝説神々のトライフォースにも近いシステムがあったが、これは開発元のレトロスタジオが提案した。なお、ダークエコーズという副題を持つのは日本版のみで、日本以外での副題はエコーズとなっている。 エコーは、反響、残響など音響に関する意味を持つが、模倣という意味もあり、どちらも、今作のテーマに沿った意を含んでいる。2009年6月11日に、Wii で遊ぶセレクションシリーズの一つ、Wii で遊ぶメトロイドプライムにダークエコーズとして Wii に移植された。Wii で遊ぶセレクションの中で、唯一のセロ、B である。GC 版の CM キャッチコピーは、光を奪還せよ。 なお、ウィーバンはテレビ CM が行われなかった。遠い昔、ルミナスという種族が放浪の果てに惑星エーテルを発見し定住した。しばらくは繁栄の時代が続いたが、惑星のエネルギーが枯渇していることが判明する。この危機を乗り越えるために、惑星内部のエネルギーを吸い上げ地表全体に供給するエネルギー制御装置を3つ製造し、ルミナス大聖堂とリンクさせた。 これにより、危機を乗り越え再び平和と繁栄の時代を築いた。しかし平和は突然終焉を迎えることになる。エーテルに巨大隕石が衝突し、隕石の爆発と衝撃により、次元が歪み、同じ位置別次元のエーテル、ダークエーテルが発生。そして凶暴な闇の種族、イングが攻め入ってきた。ダークエーテルは、正気が渦巻いており、ルーミナスたちはそこでは長くは活動できない。 それに対しイ,イングは元のエーテルの生物をスナッチして攻め入り、これによって元々のライトエーテルは次第に追い詰められていくこととなる。そんな中でルミナスは2つの次元のエーテルがエネルギーを共有していること気づき、ダークエーテルの惑星エネルギーを奪おうとしたが、その反抗はあえなく失敗に終わる。そればかりかエネルギー転送モジュール、はライトエーテルのエネルギーが イングに奪い取られ、ルーミナストライトエーテルは、もはや座して、消滅の時を待つ他に亡くなってしまった。同時期に、スペースパイレーツを追っていた、銀河連邦ブラボー中隊が、惑星エーテルにて消息を絶つという事件が発生する。その8日後、銀河連邦は消息を絶ったブラボー中隊捜索のため、サムス・アランを惑星エーテルに派遣する。 舞台の項でも講述する二つの世界の要素をはじめ、本作の他のシリーズ作品から大きく特徴づけている要素として、光と闇の二つの属性という概念がある。サムスやルミナススペースパイレーツなど、元々の世界の基本的な存在は、ライト属性を、イングやイングの乗り移られた対象など、ダークエーテル特有の存在のみ、ダーク属性を持つ。 ダークエーテルでの行動の用地となるセーフゾーンには常時フィールドを張り続けるライトクリスタルとビームを当てると一定時間張り続けるライトパフの2種類がある。これらはダーク属性を受けると一定時間効果を失うナリファイライトクリスタルパフライト属性を受けるとフレダイングを消滅させるスーパーライトクリスタルパフに一定時間強化されるアナイアレータービームの場合は イング即死能力に加えダーク火事のようにイングが警戒を抱かず、周囲のイングを引き寄せるウルトラライトクリスタル、パフを一定時間張る。ライトエーテルの対象はダーク属性にイングなど、ダークエーテルの対象はライト属性が有効である。しかし、ビームの弾数を回復させるアイテム、ビームアモは、敵やコンテナを攻撃した属性と逆属性のアモが出現するようになっている。 パワービームの場合、エネルギーボールミサイルパワーボムのみ出現。穴やレータービームの場合、両方のアモが出現する。そのためコンテナなどをよく使う方とは逆の属性で、破壊し、ビームの玉を補充していく必要がある。シリーズ初の対戦モード。2種類のルールと6種類のステージがある。使用できるステージは、アドベンチャーモードの進行に応じて増加していく。また、 ポーズ画面で BGM の設定が可能で、こちらも進行に応じて使用できる種類が増加する。ありがとうございます。